1972年、アメリカ合衆国大統領選挙は、ベトナム戦争と、財政問題が争点とされた。民主党の指名は、最終的にリベラル派のジョージ・マクガバンが勝ち取り、現職大統領、リチャード・ニクソンに対抗して、反戦運動を展開したが、メディア報道による、支持率低下と、続く、副大統領候補、トマス・イーグルトンの出馬自体という不利な条件を、 背負ったニクソンは自分の政策により、ベトナム戦争はすぐにも急戦になると宣言し、マクガバンを過激派候補と揶揄した。投票は1972年11月7日に行われ、ニクソンは一般選挙の得票率で23.2%という大差をつけ、大統領選挙の歴史の中でも4番目に大きな差で圧勝した。 民主党の大統領指名候補者民主党予備選挙で、州の得票主位となった候補、ヒューバート、エイチ・ハンフリー・ジョージ・マクガバン・ジョージ・ウォーレス・エドマンド、マスキー・ヘンリー・エム・ジャクソン・シャーリー・チザム・ウィルバー、ミルズ予備選・ナッシュ民主党予備選挙における、勝者総取り制の州で勝利した候補。マクガバン・ウォーレス・ハンフリー・マスキー・チザムメディアを再生する。 フロリダでの党大会の様子上院院内幹事テッド・ケネディが1972年の指名を得る有力候補とされていたが、その望みは1969年7月に起きたチャパキディック事件で頓挫した。ケネディは候補者にならなかった。民主党主流派のお気に入りは、1968年の大統領選挙で民主党の副大統領候補となり、 自身その義務を果たした、中道派、エド・マスキーだった。ニューハンプシャー州予備選挙で、マスキーは、カナダ人の手紙に関するクレームに対して、自身とその妻ジェーンを弁護する演説を行った。新聞はマスキーが、この演説の時に泣いていたと報道し、このことが、マスキーには、予備選挙で予想以上に悪く働いたように思われ、一方マクガバンが驚くべき僅差で2位に入った。 マクガバンはこの時機運に乗っており、その選挙対策マネージャーであるゲイリーハートがうまく統制していた。アラバマ州州知事、ジョージ・ウォレスはアウトサイダーのイメージがあり、南部でも、また北部でも疎外され不満を抱く有権者に浸透した。強力な選挙運動になると思われた者が、短命になった。ウォレスは選挙運動中にアーサー・ブレマーによる 暗殺未遂で撃たれ麻痺が残った。暗殺未遂の翌日にウォレスは、ミシガン州とメリーランド州予備選挙で勝利したが、麻痺を残した狙撃事件のために、その選挙運動は実質的に終わった。最終的に体制派の反対があったものの、マクガバンは草の根支持を通じて予備選挙を勝ち抜くことで候補者指名を獲得した。 マクガバンは1968年の創造式混乱した指名争いと党大会の後で民主党の指名の仕組みを再構築する委員会を率いてきた。マクガバン委員会の基本的原則は民主党予備選挙が民主党指名候補の中で勝者を決めるべきということであり、これがその後のすべての指名争いでも継承されることになった。しかし、新しい規則は その影響力が制限される多くの著名民主党員やマクガバンの選挙運動を支持することを拒んだ政治家たちを怒らせマクガバンの選挙運動はニクソンに比べて資金面で著しく不利な状況に置かれたミュージシャンのサイモンガーファンクルやロックバンドのシカゴはマクガバンを熱烈に支持した予備選挙の結果リチャード・ニクソン大統領も 追記投票で1091票を得た。著名な講演者、ヒューバート・エイチ・ハンフリー・ジョージ・マクガ・バンジョージ・オーレス、エドマンド・マスキー・シャーリー・チザム、デリー・サンフォード・ヘンリー・エム・ジャクソン出馬しなかった、潜在的候補者1972年、民主党全国大会大統領候補指名投票の、結果潜在的副大統領候補者。副大統領候補指名投票の結果何百もの、 大議員が積極的にニクソンを支持するか一つかその他の理由でマクガバンに怒っている状況で副大統領候補指名投票は混乱し少なくとも3人の候補者は自分の名前を指名に入れ投票結果は70人以上の候補者に分散した副大統領候補指名投票は長くかかったのでマクガバンとイーグルトンは 朝の3時頃に指名受諾演説をしなければならなかった。集会が終わって数週間してイーグルトンはうつ病のために精神科の電気ショック療法を受けており、その情報をマクガバンに隠していたことが分かった。マクガバンは当初イーグルトンを1000%復帰させると言っていたが、その3日後にはイーグルトンに辞退を求めた。 このことが優柔不断と取られ、マクガバンの選挙運動にマイナスの影響を与えた。一週間にわたって6人の著名民主党員が、公に副大統領候補指名を拒否した後で、ケネディ家の議形邸で、元中フランス大使、貧窮に対する戦争の指導者だった、サージェント・シュライバーが、最終的に候補指名を受諾した。シュライバーは、 民主党全国委員会の特別会議で公式に指名された。この時までに世論調査のマクガバン支持率は42%から24%に急降下した。ハンター・エス・トンプソンの著書72年選挙運動の道筋での恐怖と嫌悪は民主党の指名を勝ち取ったマクガバンの選挙運動を扱っている。御社 妊娠中絶及び麻薬演説するマクガバン1972年4月25日、ジョージ・マクガバンがマサチューセッツ州予備選挙に勝利し、ジャーナリストのボブ・ノバークは国中の民主党政治家に電話を入れ、その政治家たちはマクガバンに投票したブルーカラー労働者たちが本当にマクガバンが寄って立っているものを理解していないというノバークの評価に同意した。 4月27日のバークは名前を伏せた民主党上院議員がマクガバンについてのバークに語ったことを論説欄で報告した。人々はマクガバンが恩赦、妊娠中絶及び麻薬の合法化に賛成していることを知らないとその上院議員は言った。一旦中部アメリカ、特に中部アメリカのカトリック教徒がこの事実を知れば 彼は死んだも同然だろうマクガバンは、恩社妊娠中絶及び麻薬の候補者として知られるようになり、そのラベルが貼られた。ノバークは、この証言を偽造したと告発された。ノバークは、この批判に反論するために、選挙の後でその上院議員と昼食を取り、彼を、情報源として確認して良いかを尋ねた。その上院議員は、 その確認が公表されることを認めないと言った。マクガバン支持者たちは、彼がそれを言ったと知れば、彼を殺せだろうとのバークは付け足した。2007年7月15日のバークは、テレビ番組、ミートザプレスでその匿名の上院議員は、トマス・イーグルトンだったことを公表した。政治評論家、ボブ・シュラムは、もし当時、イーグルトンが情報源だということが知られていれば、 彼は、マクガバンの副大統領候補に選ばれなかっただろうと、言っている。いやはや、彼がその名前を掲載させたらばと思う。そうすれば彼は副大統領候補に指名されることは、なかっただろうとシュラムは言った。ジョージ・マクガバンに起こった二つのこと、彼に起こったことの中でも二つのために、彼に貼ったラベルが一番目も二番目もイーグルトン、サンジだった。我々は混乱した。 党大会を開いたが、彼ならば、最終的に8州から10州は制して、政治的に生き残れただろうと思う。イーグルトンは、空前絶後の大列車事故の一つだった。選挙遊説中のニクソン共和党の、大統領指名候補者予備選挙ニクソンは1972年選挙でも、保守的有権者の支持が厚い現職大統領であり、中国とのデタントに成功し、 ソビエト連邦との緊張緩和にも取り組んでいると見られていた。ニクソンは選挙後に厳しい批判を浴びたウォーターゲート事件の最初の兆しにも肩をすくめて見せただけだった。世論調査はニクソンが大きなリードを取っていることを示した。二人の弱い候補者、カリフォルニア州出身のリベラル派、ピート・マクロスキーとオハイオ州出身の保守、右派、 ジョン・アッシュ・ブルックの挑戦を受けた。マクロスキーは反戦と反ニクソンで出馬し、アッシュ・ブルックはニクソンの中華人民共和国とソビエト連邦との緊張緩和政策に反対した。ニューハンプシャー州予備選挙でマクロスキーの平和綱領は投票数の11%を獲得し、対するニクソンは83%、アッシュ・ブルックは6%だった。ニクソンは 共和党全国大会で大議員、票1324票のうち1323票を獲得し、マクロスキーはニューメキシコ州の大議員一票を得た。予備選挙の結果アメリカ党は、当初、1968年の大統領選に、同党から出馬したジョージ・ウォレスの擁立に動いたものの、1972年5月に、ウォレスが銃撃を受けて、 下半身不随になったことから擁立を断念。結局のところ同党からは、共和党会員議員ジョン・ジー・シュミッツが出馬した。シュミッツは32州の候補者名簿に乗り、一般選挙で109万9482票もの、得票を収めたものの、選挙人は一人も獲得できなかった。シュミッツは、 1990年代後半にその娘で、あるメアリー・ケール等のが法的に罰せられる、自動レープ罪で逮捕された時に再度ニュースに登場した。新しく結成された自由主義党のジョン・ホス・パーズは、コロラド州とワシントン州の未候補者名簿に乗り、一般投票で5573票を得た。しかし、ホス・パーズは、バージニア州の共和党不満分子から選挙人。 票一票を得た。その副大統領候補、セオドラ・エムネーさんは、アメリカ合衆国史の中で選挙人票を獲得した、最初の女性になった。ベンジャミン・スポックは1971年に、結成した、大衆党に指名された。ジョージ・マクガバンは、ベトナム戦争の早期終結と、福祉政策を歌った考領で出馬した。しかし当初の副大統領候補に絡む。 電気ショック両方論議や予備選挙での民主党内部の対立が尾を引く格好になり、多くの有力な民主党員が選挙運動から距離を置いたことで大きくつまずいた。マクガバンの存在がこれらの要因で弱められ、共和党はマクガバンを左翼の過激主義者と印象づけることに成功し、マクガバンはニクソンに61%対38%という大差で敗れた。 ニクソンが得た一般選挙での得票率は1964年の選挙でリンドン・ジョンソンが得た最高得票率にわずかに及ばないだけであり、得票率差はわずかに上回った。ニクソンは49州で多数となり、マサチューセッツ州とワシントン DC を失っただけで、選挙人選挙では一方的な結果になった。このようにニクソンは、 性的と目されるものにレッテルを貼るという攻撃的な政策で辛辣な選挙運動を展開した。その選挙参謀は選挙中に民主党の情報を盗むというウォーターゲート事件を起こした。ニクソン自身がこの盗聴行為にどの程度関わっていたかは明らかになっていないが、その後の隠蔽工作で使った戦術が結果的に大衆の支持を失うことになり、 74年の辞任につながった。また、学校での人種差別、撤廃に対する圧力を下げ、一方で黒人のための連邦の関与を制限するニクソンの政策の悪質さを有権者は見破れなかった。共和党の支持基盤を南部に拡大しようとする、いわゆる南部戦略は、中西部、南部のブルーカラーの労働者だけでなく、72年選挙では、 中山階級、上流階級にも支持された。これ以降、南北戦争やルーズベルトのニューディマイナスル、政策以来、従来は民主党が優勢であった、ディープサウスは、徐々に、共和党の画像へと転換することになる。投票は11月7日に行われた。この選挙は、投票率わずかに55%という、大統領選挙としては1948年以来と、 なる定率になった。前回選挙に比べて投票率が急落した一因はアメリカ合衆国憲法修正第26条の批准によって18歳まで選挙権が拡大されたことが挙げられる。バージュニア州の造反選挙人ロジャー・マクブライドはリチャード・ニクソンとスピロ・アグニューへの投票を制約していたが自由主義党候補者のジョン・ホスパーズとセオドラ。 N.A. さんに投票した。アリゾナ州、ピーマ軍とヤバパイ軍では、二大政党候補者と、社会主義労働者等、リンガ・ジェネスへの票を二重に集計した。裁判所は両軍に、集計やり直しを命じた。その結果、ジェネスは、ピーマ軍とヤバパイ軍それぞれで、得票率16%と8%となった。アリゾナ州でジェネスが得た。 得票数3万945票のうち3万579票はこの2軍のものであった。いくつかの資料ではこのジェネスの票を集計に入れていない。州ごとの結果青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。ミネソタ州5.51%ロードアイランド州6.19%サウスダコタ州 8.63%マサチューセッツ州、8.97%ウィスコンシン州、9.68%。この選挙では以下のような記録があった。ありがとうございます。